あのね、さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、タイムバンクが1億円キャッシュバック祭、CM で話題のタイムバンクがとんでもないキャンペーン開始ということで、今回はですね、僕の動画で初めて紹介するタイムバンクについてお伝えしていこうと思います。 そもそもタイムバンクとは何ぞやということで、まあ簡潔にお伝えすると、ちょっとした隙間時間でお得な体験ができるアプリという風になってます。まあ空いてる時間をうまく使って食事や美容室が半額で体験できるタイムセールで、まあ商品が格安で購入できたりもしますということですね。まあ今回はそのタイムバンクが大きなキャンペーンを発表されました。まあそのキャンペーンっていうのが題して1億円キャッシュバック祭ということで、まあどこかで聞いたことあるような名前なんですけども、1億円ってまたすごいですよね。まあ内容を見ておくと、 一日一回50、五十パーセントキャッシュバックということで、今、タイムバンクで招待コードを使ってお買い物をすると。その日、初めて購入した商品の五十パーセントをキャッシュバックということで、毎日ですね、リセットされるらしいので、八日間、毎日五十パーセントキャッシュバックのチャンスがあるということです。でお友達に紹介したら、あなたにも五十パーセントということで、さらになんとですね、あなたの招待コードを使って。 お友達が50%のキャッシュバックを受けたらあなたにも50%のキャッシュバックをプレゼント。まあ、どんどん紹介しちゃおうということなので、まあ、お友達や家族などでこういうのを楽し試してみるのもいいのではないのかなというふうに思います。今回ですね、この期間なんですけども、6月の21日18時もうすでに始まってます。で、6月の28日の23時59分までというふうになってまして、まあ、期間中にキャッシュバック総額が1億円に届き次第終了になるので、お早めにということですね。まあ、もし始めてみたいという方がいらっしゃいましたら、僕の招待 招招待待ココーードドとと公式リンンククををを下のの概要欄に貼っててててまますすすででご確認ししてみてください今タイムバンクを登録して招待コードを入力すると300円ゲットでできますちなみにアプリの画面内を紹介するとこんな感じですね例えばスカイラーク500円優待券が小さく書いてるんですけども250円キャッシュバックですとか、まあ、下の方に31のレギュラーシングルギフト券がタイムバンク限定ということで390円で購入できるのが290円キャッシュバックというふうにあったりとかですねで今回この使い方なんですけども例えばこのスカイラークをタップして まあここにも説明があるんですが500円で本商品を購入していただくことで250円をキャッシュバックさせていただきますつまり実質50%オフでお得にお求めいただくことができますということでということで実際に僕もですねちょっと買ってみたいと思うので早速右下の注文をタップ次に数量を確認して次へをタップあとはクレジットカードで支払うかタイムバンクの残高で支払えばまあ注文確定ということになりますちなみに銀行口座を登録したら残高のチャージは可能です で、購入が完了すると、右下の人のマークをタップしたら、マイページが表示されるので、そこから購入履歴をタップします。そしたら、今購入したスカイラークの優待券が僕の場合はあるので、そこをタップすると、下の方に見ていただくとわかるように、運営事務局から連絡をお待ちくださいとあるので、まあ何かしらの案内があるので、あとはその連絡を待つということになりますね。あとは他にも通販であったりとか、まあ、旅行であったりとか、もうめちゃめちゃジャンルは多いです。で、時間帯によって、いろんなタイムセールとかもあったりするので、かなり通知 も多いですね、まあ、かなり種類があるので、まあ、このタイミングでアプリをインストールするのもいいのではないのかなというふうに思いますということで今回はタイムバンクの1億円キャッシュバック祭りについてお伝えをさせていただきました、まあ、先ほどもお伝えしましたがもしですね始めてみたいという方がいましたら下の概要欄もチェックしてみてくださいということで本日はご視聴どうもありがとうございました